はいどうもキリアです。今回は2周年から始めたアカウントでインセインを一部隊クリアしましたので動画にしていこうと思います。それでは早速解説していきましょう。はい、攻略パーティーはこちらになります。結局ね、ミカは全てを解決するということで、ミカとカヨコのスキルが6コストでめちゃめちゃ重いので、ウイで交互に半分にして回していきます。小春を抜くと全然耐えられなくて、もう本当にちょうどいい回復薬でしたね。相手に与える CC 状態は、カヨコのノーマルスキル、EX スキルと、さっきの EX スキルで回していきます。後半はもうほとんどカヨコしか使ってないですね。さっきは抜いちゃってもいいかもしれません。ただそうすると前半の道中パートでね、カヨコのノーマルスキルが発動するかしないかで、だいぶ結果が変わってきます。カヨコのノーマルスキルは20秒ごとに発動するんですけど、恐怖状態の付与は 30% の確率でしか起こらないので、最初の2本のインベイトピラーに対してこれが当たるまでやんなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさいですね。なので僕は先を採用して補助的に使っています。それでは実践の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。まず最初にウイのスキルでミカかカヨコのコストを半分にします。一番最初のインベートピラーのところはミカかカヨコどっちか素のスキルのコストで打つ感じになるので、個人的には攻撃力が上がってお得なミカの方にかけるのをおすすめします。はい、20秒経ちましてカヨコのノーマルスキルが出ます。でこのノーマルスキルの 30% で相手に CC がかかるんですけど、かからなかったらリスタートをしてます。はい、今回はかかりました。このゲージがね、進んでいればかかったってことです。さらに、カヨコの EX スキルを使って、このゲージを満タンにしてからミカのスキルを打ちましょう。はい、ここでカヨコのノーマルスキルがまだ出ます。でこの結果によって行動を変えるんですけど、今回はこの CC が入らなかったのでサキを打ちました。でこの CC が入った場合はサキを打つ必要はないので、まあ、小春でね回復をかけてあげたりしてスキルを回しましょう。で今回は CC かからなかったんでサキのスキルを補助で打ってます。そしたらウイのスキルでカヨコのスキルを半分にしてカヨコの EX を打ちましょう。HP がやばいので小春で回復していきます。そうしましたら、カヨコのスキルとサキのスキルで、本体とインベイトピラー1本を CC マックスにしていきます。CC をマックスにするインベイトピラーなんですけど、これ2本立ってて、ミカがいる側のインベイトピラーに当てましょう。CC がマックスになってくれれば、ミカは通常攻撃とかでへし折れるので、ミカにいる側に当てる感じですね。で、このインベイトピラーがなくなると、ミカが前進して、ほど本体を叩けるようになりますので、まあそういった意味合いでも、ミカの側のインベイトピラーを壊します。カヨコのスキルを使って、はい、カヨコのスキルを使いましたので、ほど本体と上のインベイトピラーのゲージがマックスになりまして、ダメージが入りやすくなりました。で、上のインベイトピラーは、ミカの通常攻撃でへし折ってもらいます。ミカのノーマルスキルも出て壊してくれました。で、ミカが前進したら、ほど本体を叩きます。当然アコをかけてミカを打ちます。あとは基本的にこの繰り返しになります。下のインベートピラーは基本無視しちゃって OK です。ただし先を打つ場合は下のインベートピラーもちゃんと巻き込むようにしましょう。
はい、こんな感じで攻略完了になります。早くのレンタルができてミカを持っている方はぜひ参考にしてみてください。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。